アラムブサ。アラムブサは、インド神話に登場するラークシャサの王である。鹿の角を持つ聖戦リシュヤシュリンガの子。バカを殺した、パーンダバ公王子のビーマを恨んでおり、クルクシェートラの大戦争でカウラバ側に味方して、戦った。パーンダバのアルジュナとウルーピーの息子、イラーバットが、戦場で活躍するのを見たドゥルヨーダナは、アラムブサにイラーバットの殺害を命じた。出撃した。 アラムブサは、幻力で、ラークシャサの牙の軍を作り出し、イラーバットの軍と戦わせた。彼らが、相打ちになると、アラムブサとイラーバットの戦いが始まった。アラムブサは、イラーバットの矢で何度も体を切り裂かれたが、幻力の力で再生し、若返ることができた。しかし、斧で繰り返し切り付けられて全身から流血したため、アラムブサは巨大な姿になって、 イラーバットを掴もうとした。これに対して、イラーバットが逃げずに戦おうとすると、彼の母親の一族の巨大なナーガが現れ、アラムブサを追った。そこでアラムブサは、ガルダに変身して、ナーガを喰らい、イラーバットが困惑したところを刀で殺した。また、アルジュナの別の息子アビマニユが活躍すると、トゥルヨーダナは、再びアラムブサにアビマニユの殺害を命じた。 アラムブサはすぐに出撃し、大声で叫びながら、アビマニユの軍勢を蹴散らした。続いてアラムブサは、ドラウパディの5人の息子たちを攻撃した。アラムブサは5兄弟が放つ矢に苦しめられたが、逆に矢をい返して、彼らの弓と旗を断ち切り、兄弟一人一人に矢を打ち込み、さらに戦車の馬と魚車を殺した。兄弟たちの苦戦を見た、アビマニユは、 アラムブサを倒すべく、挑みかかった。アラムブサとアビマニユの矢は、互いの体を貫き、大地を奪った。全身を貫かれたアラムブサは、幻力を使い、パーンダバ軍を闇で覆って退却したが、神々の武器に通じたアビマニユは、太陽の武器を用いて、闇を払った。アラムブサはさらに手術の幻力を使ったが、神々の武器でことごとく破られた上に、 攻撃されたため、アラムブサはたまらず、戦車を捨てて逃走した。その後、アラムブサが戦場で戦っていると、ガトウとカチャに攻撃を仕掛けられた。両者は幻力で何百もの影を生み出し、互いを幻惑した。両者の戦いは互角であったが、アラムブサは、ガトウとカチャの幻力を無効とすることができた。それを見たパーンダバたちは怒り、 アラムブサを戦車で包囲して攻撃した。その後の戦いは激しい矢の応酬であった。アラムブサは、ビーマやユディシキラ、ナクラ、サハデーバ、ドラウパディーの息子たちの攻撃を、幻力で向こうとしながら、包囲を脱出し、矢を威嚇したが、大勢に無勢であり、ガトーとカチャとパーンダバの攻撃によって追い詰められ、最後に、ガトーとカチャによって地面に叩きつけられて殺された。 ありがとうございます。